はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。今回は、カネキンさんが出られました、プロ大会、パシフィック USA プロ。こちらの大会結果を見ていきたいと思います。カネキンさんにとっては、今年のプロ2戦目、東京プロ前ラストの大会という形でございました。すでにカネキンさん自身が結果発表ね、されていたりなど、まあ、どういう結果だったのかっていうのはね、知っている方の方が多いかもしれませんが、今回もまたね、皆さんと一緒にこのチャンネルでも見れていければなと思います。で、まず、カネキンさんは、今年プロ1戦目をね、戦われて、その時に12位という結果でございました。まあ、この結果に関しては、まあ、その納得ね、いかないとかさ、まあ、難しい部分だな、とかって、いろんなね、感情があったと思うんですけれども、その中で、まあ、カネキンさん、今回の2戦目、まあ、どんな調整をされて、どんな変化が、そのね、1週間の中でもあったのか、そして、これまたね、厳しい戦いだなって思うのが、カネキンさんが12位だった大会。まあ、要はカネキンさんに12位をつけたヘッドジャッジが今回もヘッドジャッジを務めると。で、カネキンさんより上の順位だった人たちが今回もかなり多くね、出られていて、で、かつプラスアルファ昨年オリンピア出た選手とか、やばい選手が追加で入ってくるということで、初戦よりも厳しい戦い強いられるんじゃないかみたいな、まあ、そんな感じだったんですが、さあまあじゃあ結果はね、どうでしたでしょうか。トップ5のご紹介です。第5位がアンドレ・スミス。カネキンさん出られたフェニックスプロでも第5位だったね、選手でございます。第4位がクラレンス・マクスパーデン・ジュニア。今年トップ5に入っていた男、オリンピア常連選手が今回はトップ4で終わりました。第3位がライアン・クラーク。カネキンさん出られたフェニックスプロで準優勝だった、選手ですね。一つ順位を落としましたが、やっぱ強い。で、準優勝。アレクサンダー・トプリン。昨年のオリンピアで順位をもらった男でございます。今年は、まだ優勝してないんですけれども、着実にね、こう順位を上げてきているので、まあ優勝ね、まああと一歩のところだろうという選手なんですが、そんな中で、優勝したのは一体誰でしょうか？ジョナス・ジャメナ。2022年にオリンピアに出ている、選手ですが、今大会ね、もう完璧なバランスと絞りで優勝をもぎ取ったんじゃないかなと思っております。ちなみにこの選手はチームゼログラビティ、ジェレミー・ポトビンとかね、もうあの辺の選手が入っているようなチームに所属している選手でございます。はい、ということで以上がトップ5。まあ、カネキンさん、今大会もトップ5ならずという結果ではございましたが、順位はじゃあ何位だったのかというと、11位で、フィニッシュされました。なので前回の大会からは一つ順位をね、上げた形なので、まあ、いろんなね、感想があると思うので、それまた書いていただければと思いますが、ハトクマ的には、まあ、前回12位をつけたジャッジが、まあ、カネキンさんは今回の大会では順位上にしたというのは、まあ、いいポイントでもあるのかな。先週と比べて、確実に良くなった部分が多いからそうなるわけじゃないですか。で、しかも、カネキンさんより順位上だった選手たちっていうのが、今大会、カネキンさんよりも下のね、順位をつけられてたりもしたので、まあ、リベンジをね、かましたという部分も少なからずあるから、まあ、ハトクマは、まあ、東京プロがまた楽しみになりました。2週間、1週間で、やっぱこうやってガラッと変わる部分ありますんで、2週間でじゃあ、どうなるかって。まあ、カネキンさん含めて、じゃあ体どんな感じだったのかというのを見ていきたいと思います。まず、上位の選手たちで、やっぱり思うのは、胸ですね、今回の大会に関しては。胸のボリュームがカネキンさんより目立つ選手がやはり多かったのかなっていう印象があります。バックポーズに関しては、まあ、背中、このど真ん中の盛り上がり、立体感がカネキンさんより目立つ、凹凸感が目立つ選手っていうのが、まあ、1位の選手、2位の選手ね、これ。で、3位の選手とかは目立つところあったんですけれども、ただ、4位のクラレンス・マックス・パーデンとか、5位のアンドレス・スミスに関しては、そこまで、じゃカネキンさんより圧倒的なバックポーズを持っているかっていうと、どうだろう、画像で見る限りだとそうでもないのかなっていう気はしたんですが、皆さんいかがでしょうか。むしろカネキンさんの方が広がりが目立ったりとか、肩の立体感が目立ったりとか、左右対称な見た目がね、しっかりとあってっていうね、しっかりとそのバランス整われてるような背中には見えたんですよ。で、5位のアンドレ・スミスに関しては、このバックポーズにもうちょっと厚みついたらもっとやばいことになるなって。フロントポーズが素晴らしく綺麗なんですよ、この右の選手。腹筋も一つ一つ綺麗な形で左右対称で、ウエストが細くて肩幅広くて、肩の丸みと張り出しが目立って、胸もね、こう面積大きく、まあ、そこまでね、ボリュームが目立つタイプではないんですけど、なので筋肉の薄さっていうのがね、ちょっとあるのかなっていう気はするんですが、めっちゃ綺麗なので、バックポーズがもうちょっとね、進化したら、
いや、この選手、ぐわっとね、垂直に伸びてくんじゃないかみたいなさ、もう、ハトクマごときがね、またごめんなさいね。斜め上から目線で本当申し訳ないんですけれども。で、金金さんに関してはなので、5位のアンドレスミスとかは、フロントポーズでちょっと差がついたのかなっていうような気がしたり、まあ4位のクラネス・マックス・パーデンに関しても、胸のボリュームだったりとか、ウエストの細さだったりとか、まあこの辺の筋肉のメリハリっていうのがすごく目立つような選手で、絞りに関しては、金金さん今大会ね、全く引けを取ってない、むしろ勝ってる選手もいるぐらいだと思うんですよ。ただそのウエストの細さだったりとか、肩幅の広がり、そことのギャップだったり、筋肉のメリハリだったり、あとは胸のボリュームですね。こういったところが少し胸が薄く見えてしまうとか、まあそういったところがあったのかも知れない。どうでしょうか？皆さんのね、感想はぜひ書いてください。で、上位の選手になると、なので、今度その胸のボリュームだったりとか、筋肉の厚みみたいな、筋肉量みたいなところが、よりその4位、5位の選手よりも目立つのかなっていう気がしたんですよ。で、上位選手だけで見たときに、まあ、感じたこととしては、準優勝のアレクサンダー・トップリンは、優勝した選手よりも、なんかこう、ウエストがすごい細くて、身長も高いので、これ全体で並んでるところを見ると一番右がアレクサンダー・トップリンなんですけど、めっちゃインパクトあるんですよね。ただ1位の選手がやっぱり絞りがすごい良かったんじゃないかなっていう、その絞りの部分と、あとは前見た時、後ろ見た時のバランス、腹筋なんかもアレクサンダー・トップリン少しなんかこう小さめな形ではあるので、こういったところのトータルバランスがやっぱすごく良かったのかなっていう気がしました。まあそんな感じのね、大会の感想でございました。で、まあ金金さん自身のね、体の話をするんですけど、まあその他の選手と比べたらこうなのかな、なのかなみたいな話は今しましたが、ご自身で見ると一週間でめっちゃ変わってるんですよ。左から右ですね。左が前回のフェニックスプロ、今回が右の写真になるんですけど、まずその金金さんが言われていたドライ感をもう少し出したかった。それがもう右体現された姿なのかはわかりませんが、よりウエストが細くなったというか、こう筋肉のカットがパキパキパキと出てることで、絞れてるようにも見えるし、スッキリして、まあ、よりシェイプが綺麗になってるようにも見える。左の方がなんか全体的にボリュームがあってパツッとね、筋肉が張ってる感はあるのかもしれませんが、筋肉の見た目っていうのが全体的にちょっとぼやっとして見えてるところが、右がパキッとして見えたりとか、これフロントポーズですけど、フロントポーズも左の方がなんかボリュームがあるように見えたりするんですけど、右の方がなんかスッキリしてて、筋肉のメリハリがより出ててっていうような、この一週間で、こんなにコンディション変わるんだって。まあ、筋肉のサイズがさ、ボカーンとでかくなることってそんなないですけど、絞りもさ、こんなに変わるもんなの？だって左だって、もうバキバキじゃないですか。すごい絞れてるじゃないですか。でも右ってこんな変わるんだっていうね、ぐらい驚いたんですけど、こういった金岸さん自身の、まあ、よりその、進化した体っていうのがあって、で、まあ、今回、前回の大会で、金金さんより順位上だった選手よりも勝ったりとか、順位自体を上げられたりとか、同じヘッドジャッジだからこそ、やっぱその変化が分かって、まあ、順位変動した部分ももちろんね、あるとは思うんです。これが全く違うジャッジだったら、またね、全然違う結果になってたかもしれない。一週間しかないから、うわ、金金選手って人はめっちゃ変わってるじゃん、この一週間で。すごいなって、なって、っていう可能性あるじゃないですか。なので、まあ、今回ね、もちろん優勝狙われていて、まあ、11位という結果っていうのは、やっぱこう、ファンとしてね、こう、うわ、悔しいっていう部分はね、あるんですけれども、まあ、この変化、プラスにかなり動いた変化っていうのは東京プロでまたね、いろんな化学反応を起こすと思いますので、楽しみにしたいなというのが、率直な感想でございます。はい。ということで、まあ、以上が金金さん出られました、今回のアメリカ大会でございます。で、まあですね、最後に、まあ、今回、金金さん、過去ベストのフィジークで挑んだものの結果は11位でしたと。で、まあ、2週間後の東京プロで必ず勝ちますということをおっしゃってるんですが、まあ、なかなかね、こう、メンズフィジークは特に順位の変動というのが激しいんですよ。例えば、昨年のオリンピア、トップ4に入った、チャージョ・グラント。この選手は、まだオリンピア決めてません。初戦はニューヨークプロで8位だったりとか、優勝がね、なかなかできてなく苦しんでるんですよ。そういったオリンピア4位でもことが起きるのがメンズフィジーク。ただ逆に言えば、ガラッと急に変わるのもメンズフィジークということで、皆様ぜひね、お楽しみにしていてください。はい、ということで今日の動画はここで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。よければ、ハトクマチャンネルの登録、高評価のクリック、何卒よろしくお願いいたします。また皆様の、コメントございましたら、概要欄、コメント欄、ガイドライン設けてはおりますが、どんどんね、書いていただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ではじゃあ。